今期のチャンピオンズリーグ CL もいよいよ順々勝ちを迎え現地時間6日にはマンチェスターティ対ボルシアドルトムントレアルマリード対リバプールの2試合が行われる CL 準々決の舞台では過去にも数多くの名場面が生みされてきた今シーズンの欧州サッカーはダゾーンでつでもどこでも簡単視聴1ヶ月無料お試しみ中大会公式 ツイッターアカウントが動画で理解っているのは、ちょうど11年前の2010年4月6日に割れた一戦。リオネル・メッシが1試合4得点と暴れし、アーセナルを敗退に追い込んだ、準々決、セカンド、レグの試合だ。当時23歳のメッシは、数ヶ月前に未発のバロンドールを受賞し、名実もにを最高レベルの選手に登り詰めた時期。決勝と、ナメントでは、 大会史上初となった一試合四得点。活躍は、その後の2010年代をリードしていくと、プレイヤーとしての立場をさらに固めるも、となった。一週間前のファーストレグでは、ズラタン・イブ・ヒモビッチの二得点により、アウェーで二点をリードしたバルサだが、そこから追いつかれてに、二ドロー。さらにセカンド、レグの前半18分にはニクラス・ントナーに、先制点を奪われ、 トータルスコア、逆転を許す状況となっていた。だがその状況、一人でひっくり返してしまったのがメッシ、だ。前半21分には、エリア手前からの強烈な死、塔を突き刺し、37分にもトータル4、3と再逆転、成功する2点目。42分には、独走から、GK の頭上をレー抜くシュートを決めて、前半だけで、ハットと、クを達成した。 そして極めつけは88分、準決勝、でを完全に決定づける4点目はまさに圧巻。守る、陣に囲まれながらもボールを失わずにシュットに持ち込み、一旦は、GK の攻守にシュートをそ、レタが、2本目のシュートでは鮮やかに、GK の股間、通して見せた。字ページ、動画、すべてがスーパー。 11年前の CL8 強、アーセナル戦でのメッシ4得点、すごい。<music>